こんにちは。エメロカリス通信販売、花咲かじネット店主の清水です。今日は2020年7月9日ですね。はい。ここ高崎ジャーマンアリス園の古い畑からヘメロカリスの開花状況をお伝えします。はい。園内ではこのようにヘリオプシスがだいぶ花が増えました。こちらにも咲いていますね。はい。黄色い夏が似合うような爽やかな感じの花です。はい。こちらのヘメロカリスの開花状況ですが、もう盛りは過ぎましたね。それで、園内の周りの方にですね、ヤブカンゾウが植えてあるのですが、ヤブカンゾウも開花してきたという感じです。はい。それでは、今日咲いている花を足早にご紹介します。はい。こちらは、これから紹介するのは大体ほぼ交配して種から作った二小花ですね。はい。こちら大輪になります。赤系の花になりますね。花の直径は14センチぐらいですね。はい。こちら3、4年植えっぱなしにしてあるのですが、芽の子がですね、1、2、3、4、5、6、7つぐらい芽が出ていますね。こちらはちょっと黄色と濁ったようなオレンジが混ざったような感じでフリルの花になります。先ほどもそうなのですが、こちらも花の茎が太くて1メートルぐらいありますね。はい、強い感じの花です。こちら花の直径は12センチぐらいですね。フリルがあります。こちらがですね、もう4年ぐらいは植えっぱなしの株ですね。芽が10芽ぐらい出ていますね。こちらは6月の中旬から咲き出したのですが、まだいくつかつぼみが残っていますね。3週間以上咲いている感じですね。ちょっと園内も草がだいぶ生えてきましたが、こちらヤブカンゾウですね。オレンジの八重咲きですね。群馬で自生しているヤブカンゾウです。はい。こちらレッドワルツですね。花は大きめです。赤紫の花ですね。で、中央が黄色ですね。花の直径は14センチぐらいはあります。レッドワルツですね。で、こちら赤ですね。赤系の比較的色がよく出ている花ですね。4つぐらい、こちら同時に、こちらも芽が1、2、3、4、5、4つか5つぐらい芽がありますね。こちらも植えてから、苗を植えてから4年ぐらい経ってるでしょうか。はい。こちら薄いオレンジに黄色ですね。ちょっと濁ったようなオレンジです。花の直径は12センチです。こちら花の茎がだいぶ高いところで咲いている、こちらですね。はい。花の茎が1メートル20センチはありますね。赤系ですね。こちら、ピンク系というかピンクオレンジですね。花は直径は6センチぐらいですかね。小さめです。で、こちらが紫系ですね。こちら、先日こちらの花がいいと言って、まあ、2芽しかなかったのですが、1芽販売しましたね。紫系ですね。こちらヤブカンゾウですね。ヤブカンゾウを交配してヤブカンゾウのように出てきたような感じかもしれません。はい。里芋の方もだいぶ大きくなってきました。それよりも雑草の方がもっとすごいでしょうか。こちら可愛い花ですね。あ、だいぶ花も終わってきましたね。だいぶ終わっている花が多くなってきました。はい。こちら小さめのミニ品種ですね。花の直径が6センチぐらいですね。
で、細長いような花びらになっていて、明るいピンクですね、本当に。ショッキングピンクと言いますか、ないか。明るい、とても明るい、可愛い花です。こちら、私、この花、なかなかいいと思ってます。はい、このような感じで、花が終わったものが結構多くなってきました。はい、赤系ですね。花はちょっと小さめです。花の直径は10センチぐらいですね。はい、赤にちょっと白が混ざったような感じです。はい、こちら、ジプシーロードに似たような感じですね。はい、クリーム色に黒紫ですね。はい、こちらにも咲いています。なかなかいい感じです。はい、こちらは薄い赤ですね。花の直径は9センチぐらいですね。だいぶ花も終わってきましたね。こちらが花の終わった後のものですね。はい、こちらオレンジですね。小さめのオレンジの花になります。はい、こちらは赤系ですね。ちょっとダーク系の、ちょっと濁ったような赤です。花の直径は10センチぐらいですね。赤紫ですね。赤ですね。あ、ちょっと名前が消えかけてますね、これ。はい、こちらちょっとうまく咲いていない感じですね。赤系です。こちらは薄い淡い赤といった感じのピンクっぽいような感じですね。花の縁が黄色になっていますね。薄いオレンジですね。ちょっと花の方が雨が最近多かったのでコンディションが良くないようです。はい、こちら小さな赤ですね。赤にこちらの薄い花びらの方が薄くなってますね。この小さい花びらの方が薄くなっています。はい、なかなかいい感じです。はい、紫ですね。赤系ですね。はい、レモンイエローですね。イエロー系ですね。イエローバードと名付けた花ですね。イエローバードです。こちら薄いオレンジですね。濃い赤ですね。こちらも赤系です。で、こちらオレンジ。オレンジに赤。で、縁も赤ですね。花は小さめです。花は9センチくらいですね、直径。はい、黄色系ですね。で、こちらが薄い感じですね。薄い感じの黄色に薄い紫ですね。スクランブルエッグですね。スクランブルエッグです。ちょっと卵の感じに似ていますね。で、こちら先ほど撮影した赤にこの中間の花びらがちょっと薄い感じのですね。あ、だいぶ花もちょっと少なくなってきたような感じがします。はい、赤ですね。ちょっとこちらは地上から25センチぐらいのところで咲いています。こちらも濃い赤ですね。黒っぽいような赤です。こちらオレンジですね。こちら赤ですね。こちらが黄色ですね。黄色。ちょっとまったりしたようなバター色みたいな感じですね。イエローライトと名付けた交配品種ですね。明るい感じです。イエローライトですね。花の直径は13センチぐらいありますね。大きめです。イエローライトです。で、こちらがちょっとスパイダー咲きを
掛け合わせたような感じの花です。こちらピエールですね。ちょっと雰囲気的にピエールって感じだったので、そういう名前にしました。赤紫ですね。で、花びらがちょっとスパイダー的になっています。はい、こちらが、ちょっと薄い赤と言いますか、ちょっと濁ったような薄い赤ですね。こちらが、ちょっと名前が、ラクダが壊れてしまっています。キューティーなんとかっていう感じですね。はい、こちらが、レモンレースですね。レモンイエローの花です。花はちょっと小さめですね。です。ちょっとフリルがついていますね。こちらもそうですね。レモンレースです。こちらが赤系ですね。ダークレッドロールですね。こちらダークレッドロールです。こちらですね。でこちら紫式部ですね。はい、紫式部です。花は小さめですね。花の直径6センチぐらいですね。ちょっとまとまって咲いています。こちらが白です。白に近いものですね。こちらはレースカーテンという名前ですね。レースカーテンという名前です。こちらジョアンシニアの交配品種ですね。はい、こちらがスパイダー咲きですね。はい、こちらがこちらスパイダーウォークと名付けた交配品種です。赤系のスパイダー咲きですね。で、こちらが、クリームライトと名付けた交配品種ですね。はい、花の直径は小さめですね。これは6センチぐらいですね。ちょっとフリルがあって、花の脈が出ています。はい、こちらが、ちょっとすいませんね。オレンジマンですね。オレンジ色で中央の紫薄い、本当にかすかな感じですね。オレンジマンです。はい、こちらは月光ですね。隣に月光2というのがありますが、月光1の方ですね。ムーンリットカレスとか、ユニバーズに似ている感じで、その血を引き継いでると思います。はい、こちらは、八重咲きピンクですね。ピンクというよりもちょっとオレンジ、薄オレンジといったところもありますが、こちら、花の茎が伸びていて、ちょっと垂れ下がるような感じになっています。こちらもそうですね。こんな感じで垂れ下がるような感じですね。あ、だいぶ花も、昨日雨が降ったので、咲いていないつぼみが多いというのもありますが、花もだいぶ少なくなってきました。そうです。今週中が花が見れる最後かもしれないですね。来週になると、ちょっと花もだいぶ少なくなって、ところどころになるかもしれません。薄オレンジですね。でこちら赤で、薄い赤ですね。でこちらが、ですね。でこちらが赤黒ですね。赤黒になります。ちょっと名札が気になって、撮影の方がうまくいってません。はい、こちらが、
ちょっとこれ分からないですね。はい、こちらピンクプリンセスですね。こちら今日この花を気に入っていただいて購入していった人がいましたね。ちょっと二目しかなかったのですが、はい、まあ、一つ手放しました。こちらはちょっと可愛い系ですね。小さいピンク系ですね。花の直径は6センチくらいです。で、赤ですね。だいぶ昨日の台風のような雨がこちらの方降ったのですが、その雨がだいぶ影響を及ぼしているような感じですね。昨日もほとんど午後から晴れましたが、花を撮影しようと思ったら花がだいぶもう傷んでて撮影どころではないような状況だったので、昨日は撮影しなかったのですが、だいぶ昨日の台風のような雨で花も弱っていました。はい、赤系ですね。薄い赤ですね。こちらかなりの大株になっています。こんな感じです。花は小さめですが、だいぶシャッフルライトですね。シャッフルライトという蛍光系の黄色ですね。ちょっと薄いピンクに紫ですね。こちらの方がよく咲いていますね。こちら同じ花ですが、ちょっとうまく咲いていませんが、こちらの方はうまく咲いています。ピンク紫でとても綺麗な感じです、はい、濃い赤ですね。花の直径は12センチ、3センチありますね。こちら赤ですね。ちょっと色がうまく出ていない感じです。こちら南国風の赤ですね。こちら色がよく出ています。こちらはオレンジにちょっと赤が混ざったような明るい系の花ですね。花の直径は10センチぐらいです。赤紫ですね。あとこちらがオレンジ系ですね。こちらも同じ花です。こんな感じで花の直径は13センチぐらいあります。大きめです。ビッグマミーと名付けてた交配品種だと思います。はい、こちら、蛍光色ですね。明るい、綺麗な花です。こちらも、同じような種からできたものだと思われます。黄色ですね。こちらも、そんな感じです。同じ花ですね。で、赤ですね。こちら、花の茎が、ここの中で一番高いところで咲いていますね。あちらの方にあるヤブカンゾウと同じぐらいの高さですね。花の茎が1メートル30センチぐらいあります。はい、こちらはアップルパイという花ですね。赤にちょっと黄色の感じですね。花の直径は10センチぐらいです。こちらオレンジ系ですね。オレンジ系の花ですね。はい、こちらダークレッド2-1ですね。ダークレッド1という濃い赤のダーク系の赤の花です。で、こちらクリームアイスですね。黄色系です。で、こちらピンクレディですね。こちらはこの畑で1番2番ぐらいによくできたという感じでの花ですが、こちらの畑に来た方がですね、2人ぐらい購入してきました。なかなかお目が高い感じがします。はい、こちら、ノーマルレッドですね。こちらは、初期に買ったミニの赤花から作った感じですね。ちょっとダーク系の赤です。こちらは、オレンジロードですね。
ま、本当にオレンジの一直線に進んでいくっていう感じで、オレンジの道一色という感じの花です。こちらがパッションハートですね。ちょっと情熱的な赤といった感じで、センターラインが入ってる赤系のフラングホルス系の花です。でフラングホルスとよく言うのですが、今日フラングホルスが咲いてようやく咲き出したのでご紹介しますね。この後です。はい、こちらは赤ですね。ちょっと濁ったような感じの赤です。でこちらがヤブカンゾウですね。群馬のよく自生しているヤブカンゾウです。こちら茎が高いところで花が咲きますね。こんな感じで、こちら交配したヘメロカリスですが、それよりもこちらの高いところですね。花の茎はですね、1メートル30センチぐらいのところで花が咲かせています。こちらのヤブカンゾウも近くで見るとなかなか八重咲きでとても綺麗ですね。こちらの花粉ですね、この花粉を利用して交配しても面白い感じになると思います。はい、こちらがハッピーモーニングですね。爽やか系の黄色の花ですね。フリルがあります。ようやくハッピーモーニングが咲き出しましたね。この黄色系の花ですね、これが結構遅咲きなんですね。あちらの方にもグッドモーニングというのがあるんですが、同じような花ですが最近咲き出しました。はい、こちらや群馬産ヤブカンゾウですね。ヤブカンゾウ、はい、こちら南国の赤の花になります。はい、とても明るい感じです。こちらがファンシーレッドですね。ファンシーレッドと名付けたものです。こちら明るいオレンジですね。とても明るい感じのオレンジです。可愛い感じです。こちらはサマーサンセットと名付けた交配品種ですね。こちらとてもいい感じで、こちらもなかなかいい出来栄えの花だと思っています。色的に明るいですね。でこちら濃い赤ですね。花は小さめです。でこちらも別の赤ですね。でこちらも別の花で赤ですね。こちらがこちらも赤ですね。まあちょっと、はい、こちら明るいピンクです。ピンクナチュラルと名付けた交配品種ですね。とても明るい感じの優しい感じの赤です。花の直径は12センチぐらいでフリルがあります。これも出来栄えがいいという感じの花になります。さっきのこのオレンジもなかなか鮮やかです。はい、こちらがちょっとクリーム色にちょっと淡い赤が入って、紫で薄い紫ですね。こんな感じです。こちら名前つけてあると思うんです。こちらがですね、花の直径は12センチぐらいですね。シャッフルクリームと名付けていますね。ちょっと名前を確認するのに撮影が厳かになってしまいますね。はい、こちら赤ですね。南国風の花になります。トロピカルアイランドですね。トロピカルアイランドという交配品種です。こちら株がある程度増えてきましたね。でこちらオレンジですね。明るいオレンジの花です。こちらミニ系ですね。花の芽はもう本当に10以上ありますね。こちらも植え替えが必要です。はい、こちらフラングホルスの交配品種ですね。全部がオレンジに出ている感じのフラングホルスの交配品種。フラングホルスは中央に白いラインが入っていて、
この大きい 花びらと小さい花びらが交互に色が違うような感じですね。でこちらもクランゴルスの交配品種ですね、はい、こちらは赤にクリーム色と うっすら赤が混ざったような交互花になりまして、中央に太いラインが入っていますね。でこちらもそうですね、こちらもまた別のフランゴールスの交配品種です。でここでフランゴールスがもうすぐここにあるのですが、これがフランゴールスですね。これが初めに私の方でヘメロカリスを買った時に3つのミニ品種を買ったのですが、その中にこのフランゴールスがあったんですね。濃いオレンジに薄いオレンジですね、黄色とも見えます。それにセンターにこうラインが入ります。これがフランゴールスです。これを交配して作ったのがこちらの花、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 まあこれもフランゴールスで交互色に花が出なかった場合なんですが、こんな感じですね。でこれもフランゴールスの交配品種だと思われます。クリームイエローみたいな感じですね。こちらはまた別の花ですね。レモンイエロー系ですね。今日がちょっと長くなっていますね、はい、でこちら丸弁ですね。丸い花びらの花ですね。こういうのもなかなか面白い感じですね。でこちらが名前をつけてありますが、ふんわりムードですね。多分ふんわりムードと、あ、ちょっと撮影がふんわりムードと名付けた交配品種です。こちらはふんわりムードですね。こちらベビーフェイスとよく似ているのですが、こんな感じです。こちらうっすらとしたオレンジの花ですね。こちらはソフトタッチと名付けた交配品種です。薄いオレンジというか肌色っぽいですね。でこちら赤ですね。でこちらも赤です。ちょっと微妙な感じで咲いています。でオレンジのミニですね。フランゴールス系の交配品種のミニです。でこちらもフランゴールス系の交配品種で、レッドラインですね。レッドラインという交配品種です。でこちらが赤、黄色系ですね。でこちらがフランゴールス系の交配品種で、センターラインですね。でこちらがサンセットライトですね。もう夕日の濃い夏の夕焼けといった感じです、はい、こちらがオレンジですね。オレンジ系で赤ですね。こちらの配色はオールフィールドアップに似ていますが、それよりも可愛い感じにちょっと小さめの花ですね。花の直径は10センチぐらいですね。なかなか可愛い感じです。でこちらが赤ですね。レッドウェーブと名付けた交配品種で、花は大きめで13センチぐらいあります。ちょっとこの辺が先が ライトワイドですね。ちょっと先がいまいちですね。こちらがレッドアイランドですね。レッドアイランドという交配品種です。こちらもそうですね。こちらがファンシーオレンジですね。ちょっと色が抜けた感じのオレンジです。こちらスイートナチュラルですね。ちょっと今日は先がコンディションが悪いようです。でこちらがファンシーオレンジですね。
こんな感じです。こちらビューティフルライフですね。赤系の花になります。たくさん咲いています。で、モダンレディですね。ピンク系の紫ですね。で、これがローズフリルですね。で、こちらが薄薄小豆ですね。で、これがライトパープルライトパープルスターですね。ライトパープルスターです。で、こちらフランゴールス系の花になります。こちらもそうです。で、こちらがイエローレースですね。イエローレースです。花脈が見えるような感じですね。で、こちらがアイラブユーですね。アイラブユーという花です。ピンク系といいますか、そんな感じですね。で、こちらがアットホームですね。ちょっと薄い赤ですね。安定した感じの落ち着いた花です。ちょっとこれ色がうまく出ていませんが、こちらがライトレッドサンですね。こちらのがちょっと色が出てるでしょうか。ちょっと色抜けしています。雨のせいでしょう。こちらがイエロー系ですね。レモンイエロー系の花になります。で、こちらがパープルレッドレディですね。で、こちらがスーパーライトリトルですね。ちょっとフランゴールス系のミニですね。薄系ですね。赤とクリーム色が薄い感じです。で、こちらがソフトフラングホルスですね。ソフト系な感じのフラングホルスの色といった感じです。大変ちょっと長くなりましたが、これで全部撮影はできたと思います。はい、だいぶ花もかなり少なくなってきましたね。度重なる豪雨ですかね、雨があったのでだいぶ花もやられているところもありますし、今日咲いてないつぼみもたくさん、すいません、ちょっとくしゃみが出そうになりました。ありましたが、ちょっと花が少なくなってきたので、今週いっぱいですかね、花は。来週になるとだいぶ本当に点々となってくる、ところどころに花があるという感じになってくると思います。まあ花の方はですね、これ遅咲きもあるので、7月中はどこかでこう花が咲いてるという状況にはなりますが、もう15日を過ぎるとですね、7月の15日を過ぎると、花もだいぶもう少なくなってくるという感じです。で、こちらの開園もですね、7月の12日までということにはなっていますが、14日ぐらいまでですね、火曜日までは、まあ花が見れるような感じに、開放できるような感じにはしてあります。もしこちらの方に、12日よりも後にですね、14日まで、これ、来られるような人がいたら、ちょっと連絡を事前にいただけると助かりますね。はい。じゃあ、それでは、これで失礼します。